妹はいつも変なものを飲まされている。苦くて泣き出しても無理やり飲まされている。妹を助けてあげたくて容器の中身を同じ色のジュースに変えてあげた。美味しく飲むようになって私も嬉しい。でも1週間後、妹は眠りから覚めなくなった。